本当にそういった皆様への感謝の気持ちと、我々を見たいっていうふうに思ってくださった方の期待にしっかり応えられるような演奏をあと2曲ほどしたいと思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。はい、1曲目に聴いていただいたのはスキマスイッチさんの合わせのユーズという曲でした。2曲目もスキマスイッチさんの蝶々の花という曲です。聴いてください。
Keep going.